2019年からコンビでの活動を休止していた雨上がり決死隊が解散することが17日、吉本興業を通じて発表された。吉本によると、同日の午後8時に蛍原徹と宮迫博之から解散の旨を伝える動画が発表される。発表文によると、蛍原は引き続き吉本所属のまま活動を続ける。同日午後8時からは、吉本興業の YouTube 公式チャンネルとABEMAで、アメトーク特別編雨上がり決死隊解散報告会を配信し、2人から経緯などの報告が行われる。19年に宮迫が週刊誌のインタビューで、テレビ復帰するなら、アメトーークと語っていたが、まさかの幕切れとなった。コンビ解散後については、宮迫は2020年に開設した公式 YouTube チャンネル、宮迫ですを中心に、蛍原は冠番組、アメトーーク、テレビ朝日系などテレビを中心に活動するとみられる。雨上がり決死隊は、1989年に NSC 大阪7期生の宮迫と蛍原で結成。91年、ナインティナインや藤原らと共にお笑いユニット、吉本印天然素材が作られ、お笑いとダンスを融合した斬新なスタイルで若者からの支持を得た。92年に、雨上がりは、第13回 ABC お笑い新人グランプリ、優秀新人賞を獲得。96年に吉本印天然素材を脱退した。コンビの名を確固たるものにしたは2003年。コンビで全国初の冠番組、アメトーーク、テレビ朝日系がスタートし、二人でひな壇を操る MC としての地位を築いた。2018年にはコンビ30周年を迎えていた。ただ、19年に宮迫の闇営業問題と金銭授受に関する虚偽報告が発覚。吉本から宮迫へ契約解消を通告され、コンビは活動休止状態になっていた。これまで別々の道を歩んでいたが、今年ついにコンビ32年の歴史に幕を下ろした。宮迫博之、1970年3月31日、大阪市生まれ。51歳、NSC、吉本総合芸能学院の同期、蛍原徹と89年、雨上がり決死隊結成。ABC お笑い新人グランプリなど多数の新人賞獲得。98年に一般女性と結婚し、2001年に長男を授かる。役者としても活動し、2003年に13階段ヘビイチゴの演技で報知映画賞助演男優賞。12年早期胃がんのため休養。17年、週刊誌の不倫疑惑にオフホワイトですと答え世間を騒がせた。蛍原徹、1968年1月8日、大阪府門真市生まれ。53歳、88年に NSC 大阪校7期生として入学。89年に同期の宮迫博之とお笑いコンビ、雨上がり決死隊を結成。4年に一般女性と結婚。12年に長女、17年に次女を授かる。テレビ朝日系、アメトーーク、や TBS 系、炎の体育会 TV など多数出演。166センチ、A 型？